る。はい、今日はですね、原宿のサンキューマートさんに来ております。ということでね、撮影ちょっと OK いただいたので、撮影しながらいろんな商品見ていきたいと思うんですが、今日はこのお店の中で一つ自分の欲しいものを探して、それをじゃあお土産に買いましょう。じゃあ、どうぞ探してください。どんなものがいいかね、いっぱいあるからね、お店の中。あ、ライトほら、セサミストリートじゃん。セサミストリート、ほら、クッキーモンスターとか。かわいい。何が欲しいライトン、欲しいものある？うわ、何それすごい、それさ、見せてこれパパトンにさプレゼントしたら喜ぶじゃないの。待って、俺これ欲しいよ。欲しい、欲しいです。おう、それにする。うん、まだまだ。あ、お部屋のやつか。何それ。ん、なんだ。あ、 LED キャンドルね。へー、すごいかわいい。何この、ソフトクリームみたいなやつとか、ハートのハンガーとか。うわ、お菓子もあるね、すごい。お菓子も、あ、クレヨンしんちゃん、こんなにあるグッズ。わ、かわいい。え、めっちゃかわいい。すごいかわいいんだけど。サンキューマート限定。ライトン、結局最終的に選んだのはこちら。はい、決めましたか。はい、決めました。はい、じゃあそれ買いましょうね。はい、はい、じゃあレジまで行きましょう。はい、というわけでサンキューマートでライトンが一つ選んだものをお家に持って帰ってきました。でちょっとね、こちらなんかライトンがパパトンに似せたいということで選んだものなので、うん、ライトンがパパトンにね、似せてあげてください。はい、何買ったのかな。あ、まずね、何買ったのね。なんだろうな。ちょっとまずみんなに見せようか。ライトンが買ったのはこちら。謎のトロフィー。若干マッチョなのか、これは。マッチョなのかな。ちょっと、マッチョっぽいような。謎のトロフィーでございます。パパトンに。謎トロフィー、はい、ありがとう。いただきました。謎トロフィー。なんだろう、これ。なんか何持ってんのこれ、ダンベル。わかんない。ダンベルをこうやって、両手にこうやって持ってんの。なんだろうな。わかんない。なんか持ってるよね。よく上がらないっけ。草っぽい、なんか。草っぽいやつ、なんだろうね。アカデミー賞なんかこうだけど。あ、そうだね。あ、それの真似ってことか。真似っていうか、なんか持ってんだよね。なんか持ってるね。じゃあ、ちょっと開けますか。開けてみ、開けてみましょう。確かに、パパトンはいろんなコンテスト出たけど、こういうトロフィーもらったことないんだよね。こういう人の形の。そうだね。ライトの代わりにパパトンにトロフィープレゼント。これは多分飾るものなんだけど、これで飾るんだね、きっとね。下取ってない。おお、おお出た出た出た。すげえ。眺めてる。すげえ滑らか。すごい滑らかですね。滑らかでゴールド、滑らかゴールドです。すごいわ、でも綺麗だわ。ではここでライトンからパパトンに授与式ということで、はい、じゃあトロフィーの贈呈を。贈呈を、はい、ありがとうございます。やったぜ、やった。パパと何賞なの。ない、優しいパパマッチョ。優しいパパマッチョで賞いただきました。優しいパパマッチョで賞いただきました。ライトンから。これはちょっと飾るしかないですね。イエーイ。じゃあどこに飾っとこうかな。玄関に。玄関に飾っとこうかな。ジムのところに飾っとこうか。あ、ジムに飾ろうか。何のトロフィーですかってみんなに聞かれる。優しいパパマッチョで賞。下にひらがなで書いてくれないと。これ自分のにするわ。自分のにするんかい。自分のにするんかい。だって俺買ったんだ。あ、そうだ。そうだけどさ、そうだけどさ。趣旨が変わったよ、趣旨が。まあ、パパのために買ったけど自分の部屋に飾りたいと。そういうこと。そうしましょうか。そうしましょうか。まあ、いろんな賞に使えるってことでしょ多分。あ、そうなの。なるほど。ワールズナンバーワン。グッド。
いいの、いいことばっかり。ハッピーバースデーって書いてハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデーでこれあげるベストフレンドとか言ってハッピーバースデーってコングラチュレーションで使う確かに使わないよね。いや、サンキューマートはね、もうすごいいろんなグッズがあって、もう特に女の子が気になるようなグッズがいっぱいある中で、もうライトがまさかこれに目が行くと思わなくて、よくこんなもの見つけたなみたいな、むしろまあでもね、とにかく面白いグッズが390円っていう安さで買えるってことで、なるほど、そうそうそう、だから、ね、また行きたいなって思いました、うん、なるほどね、うん、これも390円、そうだよ、390円、サンキューだからもうサンキュー、サンキューだね、いただいた、いただきました、はい、はい、お願いいただいた結局自分用です、結局自分用かい、結局自分用ですね、はい、はい、え、パパを渡してさあ、パパが授与式やの、じゃあライトに、はい、はい、じゃあね、うん、じゃあパパから何にしようかな、二重跳び、あ、そうだ、二重跳び頑張ったでしょうです、はい、はい、どうぞ、ヤッホー、ヤッホーなんだこれはい、またサンキューマート行く機会があったらね、いろんな面白いグッズ探してみたいと思いますというわけで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。